日本食券ホールディングス株式会社は調味料の製造や販売等をしている企業である。日本食券はご表記。企業キャッチフレーズは味の作曲家。2009年10月1日に持ち株会社に移行。日本食券株式会社から日本食券ホールディングス株式会社に社名変更。同時に会社分割により事業会社として 営業部門である日本食券、株式会社、製造部門である日本食券製造株式会社を設立。開発部門、事務管理部門の業務は、日本食券ホールディングスが担当するため、純粋持ち株会社ではなく事業持ち株会社である。愛媛県今治市と千葉県因馬郡栄町に本社を置く。 シェーンブルーン宮殿工場グループ合計で347箇所の事業所を持つ。日本食券は、愛媛ローカル時代から、テレビ CM などで、積極的な宣伝活動を行ってきており、全国ネット昇格後、特に1990年代以降は、オリジナルキャラクター、バンコを応用した、バサン館の CM が頻繁に流れるようになり、一躍有名となった。バンコ カンとサントをそれぞれに名前があったが、サンマのなんでもダービー内でアカシアサンマからバンコ、バンコと呼ばれていたことから、そのままバンコが名前となった。焼肉焼いても家焼くななど独特のギャグ CM が印象的な広告主である。なお、CM の最後には子供の声による日本食券のサウンドロコが流れる。 小学生時代の坂田恵が声を担当したものが、現在も使われている。現在放送中の CM 過去の CM ほか、番コ出演時に流れていたコマーシャルソングは、若干のアレンジを加えた上で、カン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 、番カンとして1993年10月21日に、ソニーレコードからシングル CD として発売され、 発売2ヶ月半で1万枚以上を売り上げるヒットとなった。CD の歌手名義は、バンちゃん、サンちゃん、カンちゃんとされているが、実際に CD で歌唱しているのは、プロのコーラス歌手。また CM では普通の主婦が歌っている。煮込んで、美味しいハンバーグソースの CM ソング、お腹グーグー煮込んで、グーグーは、同社実業団歌手で、 同社宣伝広告課長の伊藤義明が歌っており、2009年からは、ニトゴのつく日は煮込みハンバーグの日として CP を展開中。今治市に1億円を寄付しており、その寄付金をもとに市内の小中学生が海外へ研修へ行っている。35周年記念に全社員に記念品を配った。ありがとうございます。